皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ヤマトということで、今日はミニトマトとちくわを使って一口サイズが食べやすく、おかずにもおつまみにもぴったりサクサクトマちくわ串を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ミニトマト12個のヘタを取り、ちくわの縦方向に包丁を入れ4等分します。ちくわを切り終えたら、ミニトマトの周りにちくわを巻きつけて、巻き終わりを爪楊枝で留めながらトマトに爪楊枝を刺し、貫通する程度まで通します。ミニトマトの大きさがあまり大きいと、ちくわの長さ足りなくなってしまうので、ちょっとミニトマトをね、買うときだけ少し小ぶりのミニトマトを選んで買ってみてください。ちくわを巻いて爪楊枝で留めたら、ボウルにマヨネーズ小さじ2、水大さじ2を入れ溶かし合わせ、薄力粉大さじ2を入れ、ダマなく混ぜ、バッター液を作ります。バッター液を作ったら、バットにパン粉を広げ、爪楊枝を持ちながら、トマトちくわをバッター液にくくらせます。ではバッター液にくくらせたら、余分なバッター液を落として、表面にパン粉をまぶします。手で押さえたりすると結構衣がトマトの表面って滑って取れやすいので、爪楊枝を持って食材を返しながら表面にパン粉をまぶしてみてください。パン粉をまぶしたら、フライパンに深さ5ミリから1センチほど油を入れて中火で熱します。もし同時進行でゆとりがあったら、油温めてる間にパン粉をつけてみてください。では油にパン粉を落として、シュワッとパン粉が上がってくるか、パン粉が温まったか確認したら、パン粉をまぶした食材をフライパンに並べます。では途中で返しながら両面が色づいてくるまで加熱します。では色づいてきたら返します。あまり低い温度でじっくり長時間揚げてしまうと、トマトが割れて果汁が油に落ちて油跳ねする恐れがあるので、中火から強中火程度、火力高めでさっとこう表面に色づけるようなイメージで加熱してみてください。では両面が色づいたら取り出して油を切ります。では油が切れたら完成なので、今日はもうこのままバットのまま食卓に出すんですけど、お好みでお皿に盛り付けて食卓に出してみてください。で、味はトマトの味とちくわの塩気だけなので、お好みでソースやマヨネーズをつけて食べてみてください。で、あと1点注意点なんですけど、食べた時にトマトの果汁が結構ブワッと溢れ出てくるので、熱々な状態で食べた時にやけどや果汁が飛び散らないよう注意しながら食べてみてください。はい、ではこんな感じで旬のミニトマトとちくわで節約簡単美味しいサクサクトマちくわ串の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はミニトマトとちくわを使って、おかずにもおつまみにもぴったりサクサクトマちくわ串を作ってみました。それでは本日は炭酸水で乾杯。乾杯。くー、休館日。じゃあ早速いただきましょう。今回はお手軽で買いやすいちくわと、夏に旬のミニトマトを使って一口サイズが食べやすいトマちくわ串を作ってみました。
でもね、こんな感じで爪楊枝が串代わりになっているので、このまま持ってソースとマヨのダブル漬けでいただきます。いただきます。うん、とまい、めっちゃ美味しい。うん、噛んだ瞬間にトマトの果汁が口の中にブワッと広がり、ミニトマトって結構甘さがしっかりとあるので、甘さの効いたジューシーなトマトにちくわの塩気がよく合い、美味しく仕上がります。でちくわは4等分に細長く切ることで、ちょうどミニトマトの周りに巻きつけられる程度のサイズになり、爪楊枝で留めることによって形が崩れず綺麗に巻きつけられます。で外側にはパン粉をつけているので、なんかまあミニトマトのフライとかってちょっと珍しいかと思うんですけど、外側はサクッとした衣にジューシーなトマトがとても美味しいです。衣をつける際にはバッター液を作ることで衣がつけやすく、卵も使うとすごく中途半端な量になってしまうので、マヨネーズを使うことでお手軽な材料で作ることができます。うん、で食材には味付けをしていないので、まあ、今回のようにソースやマヨネーズつけながら美味しく食べられます。爪楊枝を刺しているので、まあ、こんな感じで一口サイズで食べやすく、お酒を飲む時のおつまみにもいいですし、普段の食卓のおかずにも美味しく食べられます。で、まあ、早速ね、串を外したい場合、衣をつけてあげてしまうと爪楊枝を抜いてもこんな感じでね、形が崩れないので、お弁当とか入れたい方は爪楊枝外して入れて、お弁当のおかずにも美味しく食べられるレシピになってます。これを思いついたのも、以前ね、うずらの周りにちくわを巻いたレシピを出したことがあって、これミニトマトできるんじゃないかなと思ってやってみたらすっごく美味しかったんですけど、自分で言うのもね、なんですけど、ちょっとびっくりするくらい美味しいです。ほんとこの口に入れた瞬間にミニトマトの果汁がブワッと広がって、プラスね、ちくわの塩気がトマトによく合って、とても美味しいレシピになってます。あとはまあ食べる際にちょっと注意していただきたいのが、結構ほんと果汁がすごいので、あまり熱い状態で食べた時に果汁がブワッと口の中に広がって火傷したりとか、こう一口でパクっていかないと結構果汁がブワッてね、なっちゃうことがあるので、食べる際にこのミニトマトの果汁だけ気をつけながら食べてみてください。うん、はい、ということで今日は一口サイズがおつまみにもおかずにもぴったり、サクサクトマチクワ串を作ってみた動画でした。サクッとした衣、ミニトマトの果汁が口の中にブワッと広がり、果汁の重みとちくわの塩気がとても美味しいレシピになってます。爪楊枝が刺してあるので手に持って食べやすいですし、普段の食卓のおかずやおつまみ、お弁当のおかずにもおすすめのレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、トマチクー。これはビールやわ。